文化勲章は大韓民国の勲章。1951年12月22日に文化勲章令により創設され、1963年12月14日以降は将軍法により規定されている。1967年1月16日の将軍法改正により一度廃止されて国民勲章へ統合されていたが、百七十三年一月十五日の 同法改正で再制定された。2018年10月24日に、果敢文化勲章を受章、廃用した BTS のユングクク文化勲章は、昇勲法第17条参考により、文化芸術発展に功績を立てて、国民文化向上を及び国家発展に寄与した、功績が明確なものへ授与されることが規定されている。小説家や画家、舞踊家、漫画家、近年では、 映画監督や芸能人も受賞している。外国人も受賞することがあり、日本人では戦前に朝鮮文化の保護を訴えた民芸運動家のリ宗義ムネ・ヨシが没後の1984年に奉韓文化勲章を追蔵された例がある。文化勲章は後等級からなり、各等級の名称は将軍法師高令第11条により定められている。 1951年の制定当初は、大官民国省、大統領省、国民省の3等級であったが、1973年の再制定で5等級に改められた。文化勲章の会には、将軍法第26条3項で規定される文化法章が存在する。文化勲章の各等級の衣装は、将軍法施行令第13条により定められている。 章と、十からなる、正明、エディ章と略樹のセットが基本で、さらに上位に東急の金冠章と銀冠章には、副章が沿う。章色の衣装は、表面中央の光玉円盤にあしらわれた、清掃の肖像から伸びた八両の太陽光線に、丸太十字様の四両の赤色光線が重なった形状で、正明の章には、月桂冠とペイン一体を組み合わせた中がつく。 樹は、白地の両端に赤線が入り、下関章から銀関章までは細線が一本ずつ増え、金関章は太線一本となり、その本数と太さで等級が区別される。正明はそれぞれ、金関章は右肩から下げて廃用する大樹章、銀関、方関角章は喉元に帯びて廃用する中樹章、玉関、下関角章は左胸に廃用するロゼット付き小樹章である。 上位に東急の副賞はいずれも左胸に配用する、聖賞である。また、文化法賞は、玉冠、果冠格賞と同じロゼット付き賞受賞だが、金属部品は銀色となり、銃は白地の中央に赤線一本が入る。なお、従来の金冠賞の女性用小色は、男性用より小さい寸法が規定されていたが、2015年12月31日の、 将軍法仕高齢改正により男性用の寸法に統合された。ありがとうございます。